エンジンオイルの交換は、まずオイルパンなどを廃油プラグの下に置きます。12ミリのメガネレンチなどを使用して廃油プラグを外します。廃油後は廃油プラグを確実に締めてください。オイルの補給はエンジンフレームが水平になるよう本機を安定した板などの上に乗せます。オイルゲージを外し、給油プラグから新しいエンジンオイルを入れます。本機のエンジンオイル量はご覧の通りです。オイルゲージで確認し、油量上限位置まで入れてください。ミッションオイルの交換は、まずハンドルを持ち上げて全部ウェイトを地面に設置させます。オイルパンなどを廃油プラグの下に置きます。廃油プラグを12ミリのメガネレンチなどを使用して外します。廃油後は廃油プラグを確実に締めてください。オイルの補給はエンジンフレームが水平になるよう本機を安定した板などの上に乗せます。ミッションオイル給油プラグから新しいミッションオイルを入れます。本機のミッションオイル量はご覧の通りです。ミッションオイル検油窓で確認し、検油窓の中間位置まで入れてください。